ホセマヌエル・モレノ・フェルナンディスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。1940年代に、ラ・マキナと呼ばれた CA リーベルプレートの一員である。2000年には、国際サッカー歴史統計連盟により20世紀最高の選手を決めるランキングにおいて25位。南米部門では5位に選ばれた。ブエノス・アイレス州ラ・ボカで生まれる。 15歳で、ボカジュニアーズのトライアウトを受けるも、不合格に終わった。アルゼンチンサッカー協会によると、モレノは、近いうちにこのことを後悔するだろうと言ったとされる。その後、1933年にボカジュニアーズの、ライバルチームである CA リーベルプレートの、リザーブチームに加入。モレノとアルフレッドディステファの18歳の頃、他の若い選手とともにブラジルツアーのメンバーに選ばれ、 ボタフォゴ FR 戦でリーベルプレートのトップチームでデビューした。1935年3月17日の CA、プラテンセ戦でプリメーラディビシオンでデビュー。その試合では1得点を挙げ、2から1での勝利に貢献した。1936年、1937年のリーグ優勝に大きな役割を果たし、アンヘルラブルナ、アドルフォ・ペデルネラ、フェリックス・ロースと、 フワンカルロス・ムニョスらと共に、ラ・マキナと呼ばれるチームを構成した。1944年、前年から始まった、メキシコリーグのクルブ・エスパーニャに加入。1943から44シーズンには2位となり、その翌シーズンにはリーグ初優勝を果たした。1946年にリーベルプレートへと戻った。その後も、ボカジュニアーズなど様々なクラブでプレーし、 1954年にインデペンディエンテメデ人へと移籍。ここでは選手兼任監督としてプレーした。1955年にコロンビアリーグを優勝し、4つの異なる国のリーグで優勝を経験した初めての選手となった。1961年に現役を引退。同年、インデペンディエンテメデ人大ボカジュニアーズの引退試合が行われた。 引退後は1959年にアルゼンチン代表を率いたほか、ボカジュニアーズや CA ウラカン、CSD コロコロなどのクラブの監督を務めた。アルゼンチン代表として34試合に出場して19得点を挙げた。1941年、1942年、1947年と南米選手権で3度優勝を経験。 1942年大会では7得点を挙げ、同国代表のエルミニオ・マサント・ニオと並んで得点王となった。その他、1947年大会では大会最優秀選手にも選ばれた。モレノは同大会で計13得点を記録し、大会歴代最多得点者となっている。また、エクアドル代表との試合で大会500ゴール目も記録した。 ありがとうございます。